必見。人生が大きく好転する前兆9選。今すぐ確認。人生が大きく好転する。そんな幸運が訪れる前には、宇宙からその人に向けてシグナルが送られると言います。信じるも信じないもあなた次第ですが、早速確認していきましょう。1、圧倒的に綺麗な景色や人に遭遇する。日々を前向きに生き、常に感謝。そんな波動が高い人は、ひときわ綺麗な景色、物、心の美しい人と共鳴します。同じ波動が高い者同士、頻繁に遭遇するようになります。まもなく大きな幸運も引き寄せられてくることでしょう。2、靴が壊れる。靴が破れたり壊れたりするサイクルは、持ち主の人生のステージ上昇のサイクルと合致すると言われています。すなわち、靴が壊れた時というのは、あなたが次のより高いステージへ登っていく直前の合図とも取れるのです。3、幸福の白点。あなたの手の爪を早速確認してみましょう。仮に白点があれば、それは幸運の証だと言います。爪が伸び、カットすることによって消えるまでの数ヶ月の間が幸運が続く期間と言われます。親指は恋愛、人差し指は仕事関係で幸運が訪れます。中指は旅行中や移動中に何らかの幸せがあるでしょう。薬指は名誉、名声を得たり金銭的な幸運が考えられます。小指は金銭や家族、不動産に関するラッキーがあります。4. どん底の不幸に見舞われる。深い谷、暗い闇を経験した人は、それと同じだけの高い山、まばゆい光を経験することができます。客観的にどん底にあえいでいる状態であっても、努力をしばらく続けている方には、まもなく大きな幸運が訪れることでしょう。なお、逆に何も努力せず、宝くじなどで大きな幸運を得た人の多くの末路がどうなっているか、それは言うまでもありません。5、朝に雲を見かける。朝雲は先祖や神様の使いが姿形を変えたものとする考え方もあります。良い運気を運び、幸運の訪れを示します。くれぐれも朝雲を殺してしまったりしないよう注意してくださいね。ちなみに夜雲は不幸のシンボルです。6、手のひらのフィッシュ線。手相の一種、フィッシュ線は幸運の予兆だと言われます。大きな幸運が訪れる1年ほど前から表出してくるとされます。7、ラッキーシンボルの生き物を見つける。テントウムシ、ハゲハチョウ、コガネムシなどの生き物は見かけるとラッキーが起こると言われています。定かではありませんが、用の東西を問わず古くから伝えられている背景には何らかの因果があるのかもしれません。8、大掃除をしたくなる。大掃除をしたくなったり、普段使っているタオルなどの日用品を新調したくなった場合は、幸運来訪のサインと言えます。高い波動、成功や幸運、優れた人との出会いなどをあなた自身が受け入れる準備が整ったことを示しています。9、左手が急に痒くなる。左手が急にムズムズと痒くなり始めたら、機運が高まっていることを示します。大金が入る前の前兆です。宝くじの高額当選、思わぬ遺産相続、ギャンブルでの勝利など、棚からぼた持ち的な臨時収入が期待できることでしょう。あなたには人生好転の前兆、訪れていますか？好機を逃さないように、頭の片隅にしっかりと留めておいてくださいね。もしよかったら、いいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。